こんにちは、こんばんは、おはようございます、おやすみなさい、猪狩周平です。準メンバーゆうじです。足つよしです。準々メンバーはやちんです。というわけで始まってますけど、スタジオクーパー永田でございます。おはようございます。あの猪狩周平、はい、大阪の番の、はい、楽しく見させていただいてますけど、なんかそのうちコラボできたいんですけどね。まあいいですね。まああっちはもう完全なる売れっ子 YouTuber なんで、こんな底辺チャンネルには多分目もくれてくれないと思うんですけど。なるほど。はい。ちょっとでもアピールしていこうかなと思いました。なるほど。はい。まあというわけで、はい、ベースまで終わりましたよね。いよいよギター。そうですね。ここが知りたい人は結構多いかもしれないですね。ああ、なるほどね。ギター、ね、自分で撮って多分自分で触る人も結構いそうですもんね。そうですよね。まあそのなんかかまちゃんの時にも紐解いてましたけど、意外とやっぱりね、ギターってトリオトとかまあね、アンプシミュレーターとかもありますけど、その辺から始まるところもありますし、急に取れた音のミックスからっていうのもなかなかまあ、ああなるほどね、はい、取りからの方が重要なことが多い気はしますね、うん、なるほどなるほど。今回特にそのサンシャインラブに関してはアコギと、まあ、クリーンギターで歪み、まあ、オーバードライブギターと、まあ、ギターソロのちょっと空間かかってるやつとかもろもろ飛び道具とかもあるので、なるほど、ギターのチャンネル数が結構多いと。そうですね、これ3本ぐらいに分けますかね。それでは行ってみよう。じゃあまずアコギからですかね。アコースティックギターからやっていこうかなと思ってます。まずトレ音が、まあ、こういう裏打ちですよね。軽めの裏打ち。ここにはアコギとクリーンギターがなっておりまして、対になっとるわけですよね。後でまたこう LR で振った感じにするとは思うんですが、一旦アコギの処理をやっていきましょう。まずこれに対していつもの660をかけていきます。いつもの感じですね。もうマジいつもの感じ、ほんまにいつもの感じ。ルーティンワークとか言わないでくださいね。ただこれが今回に関してはここのミックスを変えております。なぜかと言いますと、これを100にするとコンプ感が出るので、もうちょっとこうね、自然な音というか自然な音でまとまってほしいっていうので、このコンプのミックス具合を足していきます。まあ、0から始めますよ。ですかね。まあ、この辺がやっぱり一番こうちょうどウィーホンダっていう感じですね。それに対していつもの G チャンネル、ルーティンワークですね。誰がやっつけやねん。これも普通に、意外とね、この SSL のそもそもの初めのポイントっていうのがこう、特に上は 8K から始まるんですけど、これを上げるだけで結構ね、その空気感が。いい感じで出たりします。それに対してまあ 1.5 ぐらいのところを上げて、でローがちょっと欲しいなって時にはこっちでちょっと煽ってます。そしてハイパス、これに対してドラムベースギターを混ぜていくと、これだとさすがにちょっとね、アコギが浮きすぎと言いますか、まあ音量上げてるのもあるんですけど、もうちょっとやっぱり空間が混ざる空間、特にドラムのね響きがあるので混ぜたいなと思う時に、この今バスを入れましたが、こいつですね、こいつの、今はちょっとこれキャビンになってますけど、ここでギターにしてマイクは適当に変えちゃう。適当とか言っちゃダメですよ。ちゃんとやってますよ。これはもうリマイクの使い方もできるんですけど、リバーブの使い、今回はリバーブで使います。あ、説明忘れてましたね。これオーシャンウェイスタジオズ、前も出てきましたけどね、こいつほんまに優秀で、こいつがあるだけで結構空間を演出できると言いますか、
例えばちょっと崖アンビ感が部屋なりルームなりが付与されます。これをがっつりかけちゃうとこれぐらい、まあ、アバコクリエイティブスタジオのもう一番広い部屋でアコギだけ撮ったみたいな、それぐらいリッチな音になったりとかならなかったりとか、まあそれは分かんないですけどね。でそれをちょっと混ぜる、空気感を混ぜる、まあ、溶け込みましたよね。もう一つちょっと飛び道具のアコギがございまして、これもとりあえず同じ設定を付与します。 B メロのやつですね。これはやっぱ雰囲気もんなんで、ちょっとこういそれであんまりほんまにやらないんですけど、なんかこれは珍しくディレイをインサートしてますね。基本的には僕は全部バスでかけると言いますか、あんまりインサートで空間系はかけないと言いますか、それはまた口述いろいろまとまってきてからの話になるので、それはまたいつかの話っていう感じで、とりあえずディレイを普天八部でかけております。っていう感じなんですが、この H ディレイっていうのは結構優秀で、ローファイスイッチこれ消して普通のディレイにする、まあ普通のディレイですよね。これがローファイを入れるとちょっとこうテープ気味のサウンドになってくれたり、でここのハイパスローパスが結構優秀で、これでちょっとこういう風に演出します。それに対してっていう感じでアコギはまとめてます。こんなとこでしょうか。基本的にでもアコギっていうのは何でしたっけ、博多の塩の時もやってましたけど、生音で僕は撮ることが多いですね。ラインはほぼ撮らないと言いますか、一応抑えますけど、基本的にはやっぱり生音勝負でマイキングをしますね。ありがとうございました。ヘイスミスワンナワンナンライフのこんにゃく畑っていうのがねこの間あれなんですよ、東京ガーデンシアターのヘイスミス15周年ワンマンで、はい、イガリンが MC で、はい、ワンマンライブへようこそというのに、はい、ワンナンマンみたいに噛んだ時に、はい、本人が急にこんなんやって対応力すげえなと思ったんですけど、ああなるほど、はい、まあ、多分その時のステージはいい感じで処理できたんでしょうけど、はい、今の永田さんはちょっと見てられなかったきついですか、やっぱきつかったですかでいいと思います。はい、ありがとうございます今回はアコギ、そうですね、アコギって言ってもこう裏打ちなんでね、どっちか言ったらパーカッシブなアコギを紐解いていきましたけど、はい、今後はもうちょっとこうねイントロでも言ってましたけど、マイキングとか、はいはい、トリムね、そうですね、あとギターのものとかピックとか、うん、鳴らし方とかあるじゃないですか。確かにそうですよね、本来レコーディングスタジオの YouTube でしたらミックスからじゃなく鳥からな気がしてきましたね、はい、そうですね、我々間違ってるのかなまあまあそれはまたおいおいね、はい、はい、やっていきましょう。次回はプリンギターのカッティングがありますので、そうですね、それを紐解いていきたいかなと思います。ありがとうございました。